メルウェルズは、アメリカ合衆国の俳優、映画監督、声優である。1924年、ニューヨーク州、ニューヨーク市に生まれる。その後、ペンシルベニア州で育ち、同州のペンシルベニア州立大学で芸術の学士を取得した。映画人として活動する前は、多くの職種を経験しているほか、ドイツなどの海外滞在経験も豊富だったため、 5カ国語を話すことができたという。しばらくしてからハリウッドへ渡り、1953年から俳優活動を本格化させている。特に出演作品で知られるのは1960年に出演したロジャー・コーマン監督によるホラーコメディ映画、リートル・ショップ・オブ・ホラーズで、同作品では主人公が働く花屋の傲慢な店長を演じた。俳優としてのみならず映画監督や、 脚本も手掛けており、監督作品には1971年のア・ブ・ナ・イ・ジョイライドなどがある。日本で制作された特撮テレビドラマ、スペクトルマンや特撮映画、宇宙大怪獣ギララでは、英語版に声優として参加しており、3役で26エピソードに出演した。2005年、バージニア州、ノーホークにて死去。81歳だった。ありがとうございます。